ジョゼフ・ペイン・ブレナンは、アメリカ合衆国の詩人、ファンタジー作家、怪奇小説家、図書館司書、コネチカット州ブリッジボート生まれ。ブレナンは、イエール大学のスターリング記念図書館司書として1941年から40年以上勤務する傍ら、生涯を通じて、100を超える短編小説、2本の中編小説、そして1000以上の詩を残した。また、彼は、 初期のラブクラフト作品の収集家として知られる。商業デビューは1940年。デビュー当初は詩人として活躍していたが、フィクション作家としても活動の幅を広げ、1952年には、ウィアード・テールズ氏7月号にて、ホラー短編小説を発表。1953年、ウィアード・テールズ氏3月号にて、彼の代表作となる、スライムを発表する。 スライムは人気作となり少なくとも15回以上復刻されることとなった。本作は架空の生物としてのスライムが初めて描かれた作品として著名である。スライムはビアードテールズ氏1953年3月号のカバー小説である1918年コネチカット州ブリッジボートにて誕生。1940年ウェンスノーイズハングを発表し詩人としてデビュー。 1952年、ウィアードテイルズ氏7月号にザ・グリーン・パロットを発表して作家デビュー。1953年、ウィアードテイルズ氏3月号にスライムを発表。1970年、ドリス・ M ・フィルブリックと結婚。1990年、死去。ありがとうございます。